アンディ・ナグラスはアメリカ合衆国のプロレスラー、現在は引退している。ホームのケンタッキー州でキラーカートの下でトレーニングを開始する。トレーニングがテネシー州ナッシュビルへ移り NWA に参戦、リック・サンテルとタッグを組んでいる。USA チャンピオンシップレスリングへ移るとサンテルを攻撃してヒールターンと同時に チェイス・スティーブンスを組み、アテナのリングネームで活動していた、エイプリール・ペニントンをマネージャーに加え、ザ・ナチュラルズを結成している。ナチュラルズは2003年になると、テネシー州メンフィスに拠点を置く、ジェリー・ローラーのメンフィスレスリングに、オルタネーティブ・エキスプレスというタッグ名で参戦、黒服と黒ネりの爪というゴシック風な風貌へと変化していた。 2003年10月の n w a 5 5周年賞ではアメリカスモーストウォンテッドと対戦したり、翌2004年10月にはクリス・ボーンとリック・サンテルのタッグから USA チャンピオンシップレスリングのタッグチーム王座のユザキタッグチーム王座を獲得している。2004年にナチュラルズはティネに雇われるとアメリカスモーストウォンテッドとの長い構想を開始する。 7月上旬に、ナチュラルズは、アンワの持つ NWA 世界タッグチーム王座に挑戦し、勝利して、タイトルを獲得した上にアンワのトレードマークである、ローブを奪っている。タイトル獲得後は、XXX との交想も開始し、9月に、互いのパートナー同士が怪我で負傷したアンワの、クリス・ハリスと XXX のエリックス、スキッパーの即席タッグにタイトルを奪われている。 下旬に同期のジョニー・デバインとナイトクラブに行った際に喧嘩に巻き込まれて足に刺し傷をデバインは腹部を刺されてしまい病院へ行っているデバインは数週間欠場したがダグラスはすぐに復帰をしている2005年にナチュラルズはクリス・キャンディ同新しくマネージャーに加えており4月後半にはアンワから NWA タッグチームのタイトルダッシュを手伝うがキャンディとは ロックダウンの際の怪我で死去してしまう。6月のスラミバースリーでは、エリック・ヤングと PT ・ウィリアムズのチームカナダからタック・オーザを防衛しているが10月にアンワとの防衛戦の際に、ジェフ・ジャレットとゲール・キムの干渉に遭い、タイトルを落としている。バウンド・フォー・グローリーでリマッチ権を行使をして、タイトルへ挑戦をするが負けてしまっている。2006年4月にスコット・スタイナーに、 スタイナーリー・クライナーを極められてしまい、その後怪我を負ってしまい欠場している。5月にスティーブンスがサモア城に襲われている際に救出するために復帰。7月のビクトリーロードでダイヤモンズ・イン・ザ・ラフと対戦して勝利している。7月通常放送でマット・ベントレーとフランキー・カザリアンに勝利している。8月のハード・ジャスティスに出場予定だったが、キャンセルしている。 PPV 数日後の通常放送で、スティーブンスが、クリス・ハリス、カザリアン、BG ・ジェームスに勝利して NWA 世界、タッグチーム王座への挑戦権を手に入れたが、シェーン・ダグラスに剥奪されている。9月のノーサレンダーのバトルロイヤルに参加して、優勝している。12月に、チーム 3D とのテーブルマッチで敗れている。2007年1月にダグラスは、 ダックスとの試合中にヘルナンデスのボーダートスを受け首を負傷してしまう。その後2月に復帰するがスティーブンスと共に5月に解雇されている。ナチュラルズは9月に RAW でダークマッチをする予定だったがキャンセルしている。翌年5月スマックダウンに登場しスティーブンス、ルーク・ハックスと組んでビッグ・ショーと対戦している。ダグラスは アメリカ東南部のインディー団体で活動していたが2010年3月に引退している。ありがとうございます。